さっきのアップに続けて30分間やりたいと思います。今は浜松市南区にを走っております。はい、こんばんは、ロンチーです。今、浜松市南区を走っています。この信号で左折して豊橋の方へ帰りたいと思います。安全な場所に泊まります。まもなく車が通過いたします。軽トラが出発、軽トラが追い越していきました。今現在、浜松市南区です。ここから豊橋市の方へ戻りたいと思います。今日は令和3年12月15日水曜日。時刻は10時7分です。
今は浜松市南区を走っております。これから豊橋に向かって走っていこうと思います。はい、こんばんは、ロンチーです。今は浜松市南区を走っています。この信号を右折してバイパスに入ります。今は浜松市南区堤町で米津という交差点で止まっています。はい、こんばんは、ロンチーです。2名で閲覧の方、ありがとうございます。これから浜松市から豊橋市の方へ向かって走っていきます。読み上げにしてるのでコメントくれたらすぐお返しします。前に全然車走っていません。対向車は走っております。
今週の金曜日17日の夜、名古屋の自宅を出発して東京へ入るまで YouTube で車載配信をいたします。そのための練習を兼ねて車載をしております。今、浜松市南区から西区に入りました。篠原町です。計9名の閲覧の方、ありがとうございます。これからバイパスに入ります。このバイパスは最高速度8キロまで可能です。このバイパスはこの辺り左側は昼間走ると海なので綺麗です。今浜松市西区のバイパスは走っております。高原市まで30キロです。Thank you.
西市の道の駅で一度休憩して、豊橋市まで走っていきます。豊橋市まで24キロのところを走っています。トラックを越したいと思います。今トラックを1台追い越しました。湖西市に入りました。電波不足が発生しています。
白水坂という道の駅に泊まります。このまま豊橋市に向かいたいと思います。バイパスを間もなく降ります。潮見の道の駅、潮見坂という道の駅に寄ってきます。タイムが赤くなったら打ち亀にします。道の駅潮見坂に到着いたしました。そこそこ車が止まっています。
タイムが赤くなったので、打ち亀にします。はい、こんばんは、ロンチーでーす。今、湖西市。はい、こんばんは、ロンチーでーす。あと30分で終わります。3分で終わります。こんばんは、ロンチーでーす。今、湖西市の、道の駅、潮見坂の駐車場に停まっています。コーヒーです。ブラックです。ここで少し休憩して、次の枠で豊橋市まで走っていきます。計7名ぐらいの方、ご閲覧ありがとうございました。この後休憩して、もう一枠、配信します。よろしくお願いします。計7名ほどの方、ご質問ありがとうございます。ロンチーです。はい、こんばんは、ロンチーです。ただいま、道の駅、潮見坂というところの駐車場に停まっております。もうあと30秒ほどでこの枠は終了いたしますが、休憩して、すぐ、豊橋に向かってもう一枠30分間、車載しますので、よろしくお願いします。では、この枠はあと15秒ほどで終わります。今確認した計17名の方、ご閲覧ありがとうございました。バイバイ、またねー。